全日空は台風19号の影響で、12日の土曜日に羽田空港と成田空港を発着する国内線のすべての便を欠航にすると発表しました。欠航になる便の数はおよそ370便に上るとみられています。また、JR 東海は12日の昼前から東海道新幹線の本数を減らしたり運休したりすると発表しました。 このほか各社とも運休の可能性をホームページなどですでに公表しています。